しない、しない、しない、頑張れ。ごめん、ごめん、ちょっと食べたいけどね。何回かご飯あげるから。いやー、痛いね。痛いね、針が。どうも。くまちゃん、頑張れ。困ってます。なんか一点を見てる。くまちゃん、頑張れ。カメラ見てる。カメラ目線。すごい凝視してるなんか。それも痛いんだけど、あ、そうなんだ。刺す時が痛いんだけど、あ、だって全然太さ違うでしょ。どう、本当だ。こっちだけの優先症です。確かに。やっぱり、あの、何でもそうだけど、細い配置を打てば痛みが少ないですよね。うわ、本当だ、痛そう。人間も痛い。人間も痛いね。ごめんね。そんな痛くないと思ってたんですよ、点滴のやつとかし。あと2mm。HN ですか。そんなバイオームのさ、あの三両二つのやつだし。あれがちゃんと一本になればいいんですよね。本当は。そうですね。はい。さっきご飯にしようね。もう寝ちゃった。寝ちゃった。頑張って、頑張って、頑張れ。偉いじゃん。ああ、結構、あ、ちょっと。
さあこっち向いてもらって。そうそうそう、それぐらいで毎日は拭かんでください。週に1回か2回、はい、ちょっとやめてます。はい、ちょっとこっちいちご、いちご味だよ。1、2、よし、怒ってる。怒っちゃった、ちょっと。あぐあぐする。上手じゃん。上手だって褒めてもらったよ。上手じゃん。上手じゃん。僕はもうやらせない。ここで感じたんだよ。確かに。そうですよね。そこでパクってくれる。確かに。つらいですよね。はい、じゃあちょっと高専勝者も。はい。胸とお腹とね、特にお腹だ。ここだけ、はい。最初送りたくない。頑張って。いちご美味しかったでしょ。ね、もう一回、はい、抗寄生虫薬もう一月過ぎてるんで、はい、つけさせてもらいます、ね。あ、はい、お願いします。ワクチンも打ってるんで、ワクチンはちょっとまた今度はね、はい、ワクチンもう1年以上やってますよね。立ってますね。まあ次回体調が良さそうやったら。はい。もしかして1切ったらお薬飲まなくてよくなりますか？そんな問題じゃないですか？いや、飲まなくてもよくなると、まあ、1切ってちょっとしばらくですよね、はい、目指します。切ったからすぐってわけにはいかないですね、はい、いいよ、大丈夫、目標に頑張ります。そう、1切るの目標に。そうするとご飯、食事療法だけでもいけるようになるかもしれないですね、はい。で、さ、この間いつ調べたっけ、4月29でしょ、だからそこから1ヶ月後ぐらい、はい、だから4月の終わりか5月、まあ、でゴールデンウィーク、ね、ゴールデンウィーク明けね、調子よかったら連休明けね、ゴールデンウィーク明けに、あ、はい、もう一回採血させてください、はい、わかりました。調子悪いんだったらちょっと待ってないですけど、はい、そんでまたさっきの項目を調べれるといいですね。はい、わかりました。だいたい1ヶ月1回くらい、そうですね、はい、で、その様子見ながら、まずはさ、この今目いっぱい飲んでるからさ、はい、まずは減らせる薬を減らして、はい、まあ、それだとこの子のデータ、ね、でもかなり良くなってるよね、データ、うん、と思います。予想以上に良かった、まあ、あと甲状腺がちょっとどうかなというのがあるね。はい、じゃあこれをお返ししておきますね。はい、ありがとうございます、はい、すみません。前のやつはもう自分で保管しておけばいいですか？そうですね、はい、了解しました。で、じゃあお薬だけじゃなくて、あの、はい、その新しいご飯一回サンプルで出しますんでね、はい、早速じゃあ試してみてください。半々ですね、ウェットブラッシュ、はい、そう、半々だけど、まあ、まずはちょっと食べるかどうか確認してください。食べたら買いに来てください。はい、わかりました。はい、じゃあ軽くブラッシングして、
奈良さんプレイはいくつになってるのこの子。あれ。でおもちゃん。見て2分の1。あのステロイド、2日に1回飲んでるステロイドをちょっと下げます。はい、はい、なんで飲んでないでしょうね。この子の調子が良かったら2週間単位で下げさせないので、はい、2週間で大丈夫、大丈夫。今もだってだいぶ少なくなってます、うん、いやでもまだだいぶまではいけない。あ、だいぶじゃないんだ。まだちょっとしか下がってない。あ、そうなんだ。そうか、あのさっきの健康チェック表ください。それにちょっと変えてみます。あ、はい、それで今日の本で書いておきますね。今日はここだね。そうすると B の薬があのプレドニゾロンっていうんですけど、はい、今日もしかしたらこっちだったら、あ、こっちだ、ごめんなさい、すいません。 B がプレドニゾロンで、現状飲んでるのが 1.79、はい、で今日出すのが 1.43。 当初ね、多い時は多分ね、注射で出るんじゃないと思う。良かったですね。目視で良かったですね。うん、で、注射で打ってる時はね、突破じゃないと多いんだよね。あ、注射で打ってるんだ。そうだ。あ、そっか。でも多い時で、最初 2.3 ミリぐらいで、毎日だったんですよ。うん、あ、うん、それで、多分、あの 2.3 ミリぐらいで、2日に、うん、2日に1回。あ、大丈夫。いや、もうちょっと切れてきちゃったね。ごめんなさい。じゃあ今日この量で、ね、はい、出しますね。はい、じゃあカゴをここに乗ってください。はい、ももちゃん。あ、ここからね、多分もう。いやー、頑張りました。これ多分ね、パンチ。帰ろう。すいません。じゃあ薬2週間で、ね、今作ってますから、ここちょっと待ってください。はい、私あげたんですけど、はい、あ、いいですよ、探します。はい、あ、ここにあった、はい、ありがとうございました。で、次そしたら薬がなくなる頃で大丈夫そうですか。調子が良かったら、ね、でも吐いたとかそういう時はその日か次の日に来てほしいですね。了解しました。はい、ありがとうございました。何センチぐらい。2×2×10。 はい、4月の7。はい、じゃあこれお願いします。ちょっと待って、こっちだけ吹かして。よいしょっと。